はい、カーインプレッションです。最初のお車でですね、最初のね、大人気キブリちゃんをね紹介したいと思います。まずスペックがね、じゃあこういう感じですね。グランスポーツ、こういう風になっております。 V6 ですね。で 3000cc という感じですね。でお値段が、1130万円って感じですかね、税込みでね。はい、ということでね、まずね外ですね。外装はこういう感じですね。こういう感じですよ、外も。こんな感じ。いいですよ、本当に。ホイールがね、かっこいいですよね。こういう感じ。一番。で、4本マフラーで。これでちょうどね、一周って感じですね。で、ちょっと中見ます。ここ引っ掛けますね。はい、これで開けました。で、中に乗ります。こういう感じですね。はい。上の部分はね、こういう感じですね。とりあえず。で、これね、サンルーフついてるんですよね。はい。サンルーフ付きって感じですかね。こういう感じでね。はい。ね、こういう感じでね。メーターパネルなんかそういう感じですね。ちょっとね、後ろも見てみましょうか。はい。とっとっとっと。ほい。後ろはね、こういう感じです。あ、広いですよね、結構ね。こういう感じ。もうね、このね、黒のレザーとね、赤のステッチがおしゃれですよね。こうなっておりますね。よし。次はね、トランク。トランクはね、ここです。で、自動で開きます。こういう感じですね。まあ、トランクはね、こういう感じですね。まあね、ゴルフバッグ1個余裕で詰めますね。あとちょっとしたものね。はい。で、閉めるときはここを押しますね。ピッと。はい。こういう感じで。はい、閉まってきます。はい。次はボンネット。ボンネットはね、ここですね。ここ。ここね。はい。で、ここにね、黄色のレバーがあるんですよ。これをね、手前にやると、あれ、OK です。こういう感じです。V6 エンジンですね。こんな感じですね。はい。おっと。はい、おっと。おっ。あれ、島の辺で。感じですね。以上、ギブリちゃんでした。